秋草、島崎藤村。果実、私は物の端に今年の夏のことを書き添えるつもりで、思わずいろいろなことを書き、親戚から送ってもらった桃の葉でわずかに汗もをしのいだこと。遅くまでともしめられない眠りがたい夜の多かったこと。 覚えておこうと思うこともかなり多いと書いてみた。この稀な対象を忘れないため、流し続けた熱い汗を縁側の前の秋草にでも寄せて、寝言なりと書きつけようと思う心持ちをも、その時に引き出された。今年のような年も珍しい。私の住む町のあたりでは、 秋をも待たないで枯れていった草も多い。坂の折口にある乾ききった石段の横手の芝生もそれだ。日頃懇意な植木屋がくれた根も浅い鉢植えの七草は、これもとっくに死んでいった仲間だ。この寒天をしのいで、とにもかくにも生き続けてきた一二の秋草の姿が、 私のマナコにある。多くの参加育ちの人たちと同じように、私も草木なしにはいられない方だから、これまでいろいろなものを植えるには植えてみたが、日当たりは悪く、風通しも良くなく、おまけに谷の底のようなこの街中では、どの草も思うように成長しない。そういう中で、 私の好きな香り草だけは残った。私の家の庭で見せたいものは、といったところで、本当に猫の額ほどしかないような狭いところに、わずかの草木があるに過ぎないが、でも、このシナのランの花の盛りだけは見せたい。香り草は、春咲くランに対して、シュランと呼んでみてもいいもので、 彼が長い陶器の創設に耐えてもつぼみを用意するだけの力を持った北のものなら、これは激しい夏の暑さをしのいで花をつける南のものだ。緑も添い、花も白く咲き出る頃は、いかにも清い秋草の感じが深い。この香り草が今は花の盛りである。 そういえば、長く都会に住んでみるほどのもので、街中に来る夏の親しみを覚えないものはなかろうが、夏は私も好きで、シュシュな軽物や上手が私の心を楽しませる上に、暑くても何でも一年のうちで一番よく働ける書き入れ時のように思い、これまでほとんど秘書の旅に出たこともない。 今年もと、それを楽しみにしているところへ、この陽気だった。不思議にも、今年に限って、夏らしい短夜の感じが、ほとんど私に起こってこない。良い風の来る夕方も少なく、梅雨の涼しい朝も少なければ、暁から鳴く蝉の声、早朝から始まるラジオ体操の掛け声まで耳について、 毎日30度以上の熱した都会の空気の中では、夜はあっても、ないにも等しかった。私は個人の陰逸を学ぶでも何でもなく、何とかしてこの職をしのごうがための技くれから、家の前の狭い路地に14、5本ばかりの竹を立て、3軒ほどの柿を結んで、そこに朝顔を植えた。 というは、林家に巡らしてある高いトタンベイから来る反射が、まともに私の家の入り口の格子をも、路地に接した窓をもいるからであった。私は、まだ日の出ないうちに朝顔に水を注ぐことの、発育を促すにいい方法であると知って、それを毎朝の日課のようにしているうちに、 そこにも可憐な秋草の成長を見た。花の様々、葉の様々、鶴の様々を見ても、朝顔はかなり古い草かと思う。蒸し暑く寝苦しい夜を送った後なぞ、私は街の空の知らまないうちに起きて、夜明け前の静かさを楽しむこともある。 二階の窓を開けてみると、まだ柿も暗い。そのうちに、ベニと藍色との混じったものを基調の色素にして、瑠璃にも行けば柿色にも薄紫にも行き、その際は白にも行くような花の顔がほのかに見えてくる。物好きな家族のものの集まりのことで、花の風情を人の姿に見立て、 あるものには大音羽や、あるものには立花や、あるものには勉強家などの名がついたというのも、見るからにみずみずしい世紀を呼吸する草のもとを頼もうとするからの戯れであった。時には大森の方から魚を売りに来る男が狭い路地に荷を下ろし、 つぼみを見せた草の根を踏み寄ることなどもあった。そよとの風も部屋にない暑い日ざかりにも、その柿の前ばかりは、坂に続く石段の方から通ってくる、かすかな風を感じる。私はその前を行ったり来たりして、かつて、朝顔狂いと言われたほどこの花に凝った、サメジマリガのことを思い出す。 手長、獅子、ボタンなどの光尺を聞かせてくれたあの理学士の声はまだ私の耳にある。今度私はその人の愛したものを自分でも少しばかり植えてみてどの草でも花咲く盛りの時を持たないものはないことを知った。おそらくどんな芸術でも 花の純粋を薬室することは不可能だと言ってみせたロダンのような人もあるが、その言葉にこもる真実も思い当たる。朝顔を秋草というはいつの頃から誰の言い出したことかは知らないが、梅雨明けから秋風までも味わわせてくれるこんな花も珍しいと思う。私がこれを書いているのは、 9月の12日だ。診療の周期はすでに2階の部屋にも満ちてきた。この一夏の間、私は例年の3分の1にあたるほども自分の仕事を成し得ず、せめてわざらわなかっただけでもありがたいと思えと人に言われて、わずかに慰めるほどの日を送ってきたが、花はその間に2日休んだだけで、 柿のどこかに瞳を見開かないという朝とてもなかった。今朝も私の家では十八クリンもの目の覚めるようなやつが互いの小さな生命を競い合うように咲いている。これからおいおいと花も小さくなって秋深い空気の中に咲き残るのもまた捨てがたい風情があろう。